こんにちは。毎日チャプチャプ麦茶です。今回は山梨県にある深海富士草園さんにやってきました。こちらはね、ペンションですね。で、最初に入ったお風呂がこちら、ワインのお風呂でございまして、もうね、お湯加減もちょうどよくて気持ちいいです。今日はね、そんなにお客さんが多くない日みたいなので、ちょっと貸し切りを独り占めしちゃおうかなと思います。もう一箇所あるんでね、またもう一箇所も紹介したいと思います。ここはね、温泉ってわけじゃないんですけど、富士山の湧き水なので、ちょっと香水に近い感じのお風呂ですかね。温泉ではないんですけど、ミネラルが含まれてると思います。肌あたりはね、優しくていい感じですね。あー、気持ちいい。今日はね、うち2カ所だけやってるみたいで、あとね、ワイン風呂、あ、ワイン風呂はここだった。ここと、もう一個岩風呂がね、いつでもじゃないか、ワイン風呂の方はね、深夜遅くは多分入れないんですけど、岩風呂の方はね、朝まで入れるみたいなので、後でそっちも入ろうかな。やばい、蒸気で画質が終わってる。すごいね、真っ白なんですよ。暖かい、癒される。あ、そこにある水はね、私のです。喉乾いちゃって、やばい、汗が、もう汗かいてきた。まだそんな入ってないのに。なんかここのペンションめちゃめちゃ口コミ良くて、オーナーさんとママさんがめちゃめちゃアットホームで親切で良かったですみたいなコメントがね、多かったんですけど、確かに出迎えてくれた時からね、優しかった。すごい優しかったです。気軽にね、話しかけてくれて嬉しかったです。私ね、バスで来てるんですけど、バスで来るとね、多分最寄りから16分ぐらい、この宿までね、歩くと思うんですけど、バス停まで来てね、電話したらお迎えも来てくださるので、車内便でも行きやすいです。はぁ、癒される。めっちゃ気持ちいい。いい余裕です。こう紫っぽいお湯なんだね、これね。暑い。はい、というわけで深海富士草園さんのワインのお風呂でした。最後まで見てくれてありがとうございます。とてもね、気持ちいいお風呂でした。この動画の公開ショップとかはファンクラブの方に載せてますので、ぜひ概要欄からミーグラムとオンリーファンズチェックしてみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイチャオピー。